2022年4月の皇室です。えー、3、4年生からいきますね。はい、こちらです。えっ、ー、と、こちらは昇級試験の課題ではなく、普通の月齢のものですね。はい。なので、優先的には、えっ、ー、と、昇級試験の方ね、そっちいっぱいやってもらった方がいいんですが、まあ、こちらも忘れないようにしてください。1枚は欲しいですね。はい。では、いきますよ。えっ、ー、とね、カタカナはね、多めですね。 はい、まあマスクはい置いたらふわっとしといてキュ一回抜いてくださいねそしてグッと徐々に太くなる線ですここ徐々に徐々に太くなる線そうえっ、ー、とカタカナは漢字のように結構しっかり気質を入れてください親戚みたいな感じですよねはいえっ、ー、とここしっかりめ。 ねさっきみたいにふわーっとさせるこういう動きが結構多いです。はい、吸いきます。まっすぐからのここはね結構ぐっとまっすぐでいいですよ。でそこから折れてすう抜いちゃいます。でこれと同じ傾きでこういう風に入っていきたいなって支えあえるようなそんな感じですね。はい、くここもしっかり入れて横そうして。ぐー マスクして、はい、これはね、こう斜めに上がっていきたいよっていうこういう動きですね。はい、手はグイっとして、えっ、ー、とお腹をここに着地させてから、この時に少し力抜けてあげると綺麗ですね。で、ここで新たにこう力がまた強くなりますよっていうそんな感じの動きです。はい、えっ、ー、と。 感じが2個だけしか入っていないのでそうだねあんまり難しくないかな、うん。手はこの中心から入りますが結構しっかりめねグッと押してますよね。ここのの時のこう 置き方ねししっかりやりやましょうギュッと置いてこう引いてくださいギュッと引いてねそして横あんまりこれが下にビヨンってきちゃうと下どんどん辛くなっちゃう入らなくなっちゃうのでなるべくこれ横にね進んであげるようにすることそれからこの払った先にこの子がいるんだよっていうそんなイメージであんまりこう離れすぎちゃわない方がいいかな。 ね、ぐーっとこちら来てはいここにこう煮つけたら引いてねこれもしっかりめ引いてねそしたらぐーっとちょっと曲線を描くような感じからのしっかりはい横これ横です上にあんまりこうぺっていかないようにこうするとすごい細くなっちゃうから横のイメージの方がいいですねはい「あーらーい」いですね1はい2 次ここしっかりからのこの時の位置はこのくらい同じぐらいってことねでまっすぐだよねまっすぐきてすっとちょっと軽くはい力を抜きますここで抜いた状態で止まってでこの状態から上をこの辺のほら この隙間を作ってあげるようにただあんまり上行きすぎたら今度ここ首しまっちゃうなって思うからなるべくギリギリリところででいいですこういう感じであとはもう落ちてくるだけだけどこの辺から力が結構強くなってスッと抜いてくる。っていう,うにするとこの辺がちょっと太めに見えるかなっていうところですね。ははいでここののの払ったのはこのね中心 を通り越さないような感じで払えるといいですそうすると次のラの一角目入りやすいですね無駄な動きがなくあ近いねや,やなんかやりやすいなっていう感じがあるかなと思いますでグーッとこちらこうせり出してきてそこから今度横へ広げといてまた中心で切れる方がいいですはいそうすると次のイに行きやすくなりますねはいこういうライン でほら書ききやすいようにできてるんだけど無駄な動きがね例えば「ラーとかもさ払う時に中心で切れないでぐるんっていっちゃったら戻っていかなきゃいけない、ね、そういう動きってとってもあの無駄というか。 ね、早く書いたりする時も無駄な動きになるし手も疲れちゃうしっていうねそういうのがあるのでいつもこの中心で切れるようにしていつもこの中心線を意識して書くっていうのはとっても大事なことです。はいでいいですねこういうふうに。 あの寝かせるようにしてだけどこの入り方っていうのはいつも左上からもらってるよねっていうこの入り方がねあの毛筆でも大事ですよねこの気質の部分ね。はいこちらからこういうふうに上に来て、ね、この子よりも上にいるようなそんなイメージですね。はいで 消すすという字ですが 1, 2, 3ん、この時見てほしいのは「散財はこうしてこうして角度がちょっと違うよね」っていうところと隙間の取り方がちょっと下の方がもしかして広いんじゃないかなっていうぐらいで極端にしなくてもいいですがちょっとだけ下の方が広く見える方が綺麗ですね。はい、いそしてこちら背高いのが一番 2番3番この時の今の打ち方としてはほらこの点は立ってること立てることで何がいいかって言ったらここに隙間が生まれますしっかりと隙間が欲しいねこれ横にこうやって打ち込んだらぶつかっちゃうからほらねあの隙間なくなっちゃうねでこの点からもらったからこういう角度なんだよってこの打ち込み方ねでこの払う時っていうのは下にビヨンって行きたくない。 ね、ぶつかっちゃう次のこの子たち来るのこうやって上がってきたいなるべくでこの子上がってくるこの子の邪魔をしないためにこの払う方向をね見てくださいねよくねはいで今ちょっと書きながら喋りながら書いちゃったんですけどこの線 少し下に向かって広がりがありますねこれねわざと広げていますほら払う月ではないんだけど少しだけ広げておくことで安定感が出ますこちらもこういう風にちょっと広げ気味な感じで上が狭くて下が広いようなそんなこういうね形をしておくとどしっとして立っていられますねあの、うん、うまく立つことができるっていうかなそう、そんなイメージにしとくといいですねはい消毒です ははいいしっかり入れて、はい、こちらからふわっと力抜いてキュッとまた入ってっていう感じで楽天斜め上あたり狙っといていいください、はい、クワーこちらは結構直線に近いけど少し最後丸みを帯びてそれからキュッとこちらは反ります今のこの辺の動きが難しいかなと思うんですが毛筆とかをねこれはあのイメージしてもらうとふわっと これだとちょ,ちょっとやりすぎかな置いてスッとしてこの辺で止まってあげるちょっとこう力抜いたところで止まってあげるっていう風にしてそこからキュッて持ってくるといいです。これがねちょっと硬すぎちゃうなって思うのはキュッキュッってこれだとちょっと両方がキュッキュッってなりやすくてちょっと固いよね,ね。こっちのがいいかなっていうそんな感じですイメージ的にはね。なので、こちら側をグイッ とやっていいけどこっちあんまりやんなくていいよって思ってくださいはいで、えー、とまたカタカナですねエチケットはいえー、と2本こういう風に横の線がある時はキュッっていうこのちょっと反りを加えた線とここあんま長くしなくていいんですがこういうところの付け根をしっかりとね見せてあげてくださいねすっきり感が出ますそしてちょっとこう こうあの凹、ー、ませるようなそんな感じあるといいですね。はい、チです。この手のここの部分にとても似てますよね。ここからのその先にいるようにでこちらは長いです。そしてここもしっかりとつけて、はい、多いねこういうのね。こちらからをここはいとしておいてしっかりつけて毛。ね。 こう必ずこうねこっちまで持ってきてあげることあいつ、うん、そう小さい文字って小さ,い小さく書くんだけどそれでもなんかあんまりちすごく小さすぎちゃってもよくないからちょっとまあまあ普通にね書いてください。とは中心の線に乗っかってもいいし少しずらしてもいいんですけどすごく細くな,りなる字ですよねこれね。 あ,あ,のあえて少しあの話してもいいかなっていうそのぐらいだと思ってくださいなんかこのぐらいに乗っかってればいいかなみたいなはいぐらいですえー、と小33年生4年生同じですからねあと学年の間違いはやっぱりまだね4月なのであると思うんですよ ね3年生だった子が「4」って書くの間違えちゃうねそこはね注意してね間違ってるとちょっと出せなくなっちゃうので気をつけてくださいはい。では失礼します。